こちらの蔵は、創業が1812年、ちょうど江戸時代の幕末なんですよね。今7代目の社長、斉藤俊一社長なんですけど、その社長の方から私の方に、そのなんとか自分のこの住居を利用して酒蔵を復権してくれないかっていう問いかけがあって、でそれで、2人で2009年ですかね、そっちから始めて2016年に、清酒までたどり着いて、ちょうど、6年目ですかね。今ここって4階建てなんですよ。でその中で、一番温度管理っていう部分においてはやっぱり鉄筋コンクリートの方がしやすくて、何が得意となるかって言ったら四季醸造って言って、夏の暑い時期でもこの中を冬と同じように15度に保つことが、エネルギーをたくさん使わなくてもいいっていうことがまず一つと、ビルがたくさんあるので直射日光が直接当たらない、縦長だから今度は重力っていう重さを利用しながら上からして上から下へとすると、当然そのポンプで横へ動かす、コンベヤーで物を動かすっていうことが全然必要ないので、それも利点の一つですね。やっぱりね、自分の作った作品を飲んでいただいて美味しかったっていう言葉っていうのは、すごくこう生活するのにこうなんかためになってるのと、自分のいる地球を見た時に自分の位置を、どう客観視できるか、それと同じように今度酵母っていう部分を、見た時にっていうので全部つながってると思うんですよ。だからお酒作りってすごくこう作ってるっていうのはおこがましくて、育ててるって言ったの方が本当に適してて、客観視するには酒造りっていうのはすごく面白くて、その中には酵母であったり麹菌であったり乳酸菌であったりっていろんな生物を見るのは、地球から自分を見るのと同じように、なんか意外にこう神秘的なところがあります。